ねえ、せっかくね、あの人狼殺って面白いゲームあったのにさ、嵐とかさ、くだらないやつのせいで配信者がどんどんやんなくなって、生放送でオワコン化に進んだよな、一気に。あの神ゲー、ああいうやつがいるからどん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 かそっていっちゃうんだよな。やりすぎも良くないんだよな、嵐とかさ、そういうのって。配信者がやらなくなったらゲームは腐るからね、ほんとマジで。いや、面白かったなあのゲーム、すんげえ面白かった。あのゲームもまだまだ面白い要素たくさんあると思うんだけど、ほんと嵐のクソ野郎どものせいで腐ったからな。フォートナイト配信者で僕頑張ってて、でちょっとね、フォートナイトやるとうるせえガキどもがいたからね、人狼殺逃げてリンゴ星人すぐ動画撮れて、まさかのフォートナイト配信者なのに100万再生撮っちゃうっていう。でもやっぱなせばなるんだなって感じ、わかるからね。人狼殺行っても、ああ自分はいけるんだっていう自信にもなったからね。やっぱ本気を出せば、みんな本気を出せばいいってこと、わかる。何事も本気でトライし続けて、ダメだったら何かを変える、変化をもたらす、それは進化です。変化は進化なのです。他のゲームね、そうやりたいんだけどね、なんか僕なんか病気っぽいんだよな、一つのものしかできないみたいな。人狼殺やってた時も人狼殺しかできない、もったいないよね。いろんなことやってたいのに、ね、偏ってるんです。ほんと僕偏ってると思う。うん、いるね、この辺いますよ、この中が。ん？あれ？あ、いるわ、こっちにいる。へえ、じじい。なんかこのスキンいいんじゃない？なんかやる気だぞ、こいつ。誰と暮らしてるんですか？実家暮らし。実家。鬼のように実家。そうね、YouTuber って結構一人暮らししてるイメージあるじゃないですか。で、僕の周りも一人暮らししてるんですよ。僕だけっすね、実家でフォートナイトずっとやってんの。うん、もしくはその未成年だったり、なんか成人してて家で実家でずっと実況してんの多分僕ぐらいしかいないですね。周りの YouTuber 多分実家暮らしいないと思うやばい、迷惑かかってる家に。うるさい、うるさい、うるさい。でもね、家族のね、家族は僕のことを認めてくれてるのか分かんないけども、一応は続けてられるんで。マジびっくりしたもん、だって一番最初に怒られたのがまずうるさいでしょ。うるさい、出てけと、すいませんすいませんって感じじゃん。で、昔僕 Wi-Fi の無線でやってたんですよ、無線で。で、そうすることによって、そうするとなんか回線が悪くて、なんかボクシング回線って途中途切れるんですよ、プチッつって。それが良くないなと思って、1階から僕の部屋まで30メートルのLANケーブルを引っ張ってきてくっつけたんですよ。そしたらね、あの壁紙にそんなね、なんか黒いコードみたいなのがくっつけて気持ち悪いって言われて、もう工事しなさいってめっちゃ怒られて、もう気持ち悪いこんなの本当にってボロクソ言われて、で、まあ1日ぐらいすればもう目立たないんですよ、正直。ちょっと気にしちゃって、お母さんがいいよ、うるさいなみたいな、いいよ別に。で、まあその時はあんまり言うとね、カッカカッカするから、女性はちょっとごめんねごめんねって、いつか引っ越すから、いつか引っ越すからねって言って、まあ忘れられて今の現状ですね。だから怒られた時あんまり言い争っても意味ないんで、ほんとごめんねみたいな、もう一人暮らしするからねって、お金貯まったら一人暮らししますんで、すいませんって迷惑かけてますって言って、まあ見逃してもらってるって感じですかね。はい、まあ家族をサポートしてあげると、逆にね、そうすることによってヘイトは買わないで済むとね。あのやりたいことがあったら、まあ美味しいものを食べさせてね、犬が欲しいったら犬をすぐ買う、もう何でも言うことを聞いて、まあ環境を手にする。それが嫌だったらもう一人ぐらいすればいいって話なんですよ、うん、今年は一人暮らし目指しましょう。だから一人暮らしは嫌だ、絶対嫌だ。どこだ？大体一人暮らしするとおかしくないから、生活リズムとか、まあ今でもおかしいけど、もっとおかしくない。毎晩毎晩飲んじゃうから多分、あのみこもうダメだっつって、もうやばいよ、今の3倍ぐらいでっかくなっちゃう、270キロぐらいになっちゃう体重。あ、それ
麻生れ麻生れ麻生太郎はい、はい、じゃいまーす。オーバーキル。いや、僕はね、なんて言うんだろう、寮生活もしてたし、大学生の時2ヶ月ぐらい軽井沢とか行ってバイトもしてたし、やっぱ実家の本当のね、お母さんの味噌汁っていうのは最強なんだなっていうことは、もう僕はね、20歳とか18歳ぐらいの時からもう認知してるんで、やっぱね、母の味噌汁飲まずに人生はね、生きていけない。母の味噌汁は最強なんです。わかりますか皆さん。ね、皆さんもね、学校とかでちょっと喧嘩しちゃったなとか嫌なことあったなと思ったら家帰って、お母さんの味噌汁飲れば大体解決するんでね。まあ、いい解決方法ですよ。味噌汁飲んで解決。OK？ うん、なんかやばそう。ズキュン。やばい。もう戦争始まってる。ズキュン。ズキュー！ジッジ。わっ。オーケー。ゴリラに感謝。ゴリラには感謝しなくていいです。ここ問題なんです。兄弟というものは、まあ、リスペクトはしてますけれども、まあ、ゴリラには感謝しなくていいんです。ごめんなさい。それだけははっきり言わせてもらいます。父、母には感謝。兄には感謝などいらない。本当にそう思う。おう。いや、マジで。もう、兄はダメ。やば、最悪。ほら、兄の話したらほら、うまく回んないでしょ。ほら。こういうことなの。もうほんとうまく回んないから。もうゴリラの話はしちゃダメ。やべ。隣にいるかもしれないから、あんまり変なこと言ってると怒られる。やめよう。まあ僕んちはまあ、いいも悪いもないです。そういうの仲がいい悪いないです。はい。妹には優しくするよ。当たり前じゃん。妹には優しくするよ。けど兄には優しくしません。する必要性がない。全く持ってない。なんだこいつ、危なっ。やば、遅れた。とんがりコーンつけた。オッケー。これやばいじゃん。これさ、やばい、やばいやつ。危ね。これやばいやつだね。これやばいやつだね、これ。これやべえやつやん。これやべえやつやん、これ。とんでもねえや、これ。危ねえ。お、クラスター、上のやつ、死ぬ、死ぬ、ギャー。カミフラ、カミフラ。おい、オーマイグッネス。いややば。資材がない。誰お前。嘘。ポッツ。いつも惜しいとこまで行くんだけどな、でしゃばりすぎるな。でしゃばりの